グンラー・ネルソンは、アイスランドの男性総合格闘家、レイ・キャビーク出身、ヨルニル、SBG アイルランド所属、ガンナー・ネルソンとも表記される。伝統派カラテの構えから、近づきのタイミングで組んで、テイクダウンを奪うなど空手と柔術をミックスした、独自の技術を持つ。幼い頃は、アイスホッケーとサッカーをしていた。14歳から、片山流空手をはじめ、 国内大会で3連覇を果たした。17歳からジョン・カバナーの下で、ブラジリアン柔術を始め、3年でチャオビを授与された。2007年に総合格闘技デビュー。2009年6月、世界柔術選手権に出場し、チャオビメジオ級で準優勝を果たした。2009年9月、アドック2009に出場。8 8ラム未満級では1回戦敗退と、 なるも、無差別級で4位となり、ヘンゾ・グレーシーから、ブラジリアン柔術黒帯を授与された。2009年12月、パンアメリカン柔術選手権に出場し、黒帯メジオ級で優勝、アブソルート級で準優勝を果たした。2012年9月29日、UFC 初参戦となった、UFC オンフューエル TV5 で、ダマルケス・ジョンソンと対戦し、 リアネーキドチョークで一本勝ちを収めた。2014年3月8日、UFC ファイトナイト、グスターフソン VS、マヌワで、オマリアフメドフと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2014年7月19日、UFC ファイトナイト、マクレガー VS、ブロンドオデザック、カミングスと対戦し、リアネーキドチョークで一本勝ち、 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2014年10月4日、UFC ファイトナイト、ネルソン VS、ストーリーのメインイベントで、リックストーリーと対戦し、1から2の、判定負けでキャリア初黒星を起死した。2015年12月12日、UFC194 でウェルター級ランキング6位の、デミアン・マイアと対戦し、0から3の、判定負け。2016年5月8日、 UFC ファイトナイト、オーバーム VS、アールオフスキーでウェルター級ランキング13位のアルバート・トゥメノフと対戦し、ネッククランクで一本勝ち、パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。2017年3月18日、UFC ファイトナイト、マヌは VS、アンダーソンでアラン・ジョーバンと対戦し、ギロチン・チョークで一本勝ち、パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。 2017年7月16日、UFC ファイトナイト、ネルソン VS、ポンジニビでウェルター級ランキング14位のサンチアゴ、ポンジニビオと対戦し、キャリア初の小負けを喫した。2018年12月8日、UFC231 でウェルター級ランキング13位のアレックス・オリベイラと対戦し、グラウンドの肘打ちで大流血に追い込んだ後、リアネーキドチョークで一本勝ち。 試合後にオリベイラはカットした額を29九針縫うことになった。2019年3月16日 UFC ファイトナイトティル VS マスビダルでウェルター級ランキング10位のレオンエドワーズと対戦し1から2の判定負け。ありがとうございます。